じゃあ、キンちゃんとアリアはそういうことはしてないのね。そういうこと？その、キスとか。知ったのね。白雪、落ち着け。 あれはな、確かにそういうことはしたけど、でも大丈夫だったのよ。車はできてなかったから。それに何ですかその格好。それは私から説明してやろう。来週我が校が開催し、大丈夫ですか？さて、シーナ。どうしたんですか？くんな、バカ！あー、そこに死にかけてピクピクしてる虫が。なんて冗談です。1万円札出して。はい。さあさあ皆様ご注目、この上にハンカチをかぶせるとざっとこんなもんでございます。すごいわ、リッカちゃん。ちょっとリッカ会長、僕の1万円は返してくださいよ。その一発芸、一生懸命考えたんだ。相変わらず可愛いね、シュリ。これが僕の芸です、マダム。あれが豪華商品か？意外と小さいわね。いいじゃない。売るときに持ち運びやすいわ。では、発表します。優勝は、じゃん、夏目くんとミサオちゃん。では、優勝者には商品をあげましょう。ちょっと待った。商品はいただいたわ。会長、完全に悪役っす、それ。うるさい、マヒワ。欲しければ力ずくで奪ってみなさい、夏目智春。あ、悪趣味ここに極まれり。うきも。やっぱり、あの黒崎って先輩も関係あるのかな。わからないけど、あのトランクは気になるかな。会いに行ってみる？トムが決めなよ。あいつ。おい、ゆうべうちに来たよね。違います。話して。話を聞きたいんだ、一体。何やってるのよ、夏目。さあ行きましょう、高月さん。あの子が樋口の言ってた。なんかすっごい見られてるよ、とも。うじじいのくせに。どうした、ではこちらから行くぞ。見えた。しばしばじゃ。くんのエナジー注射。おお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 おコレクター、
違う。じゃあ君もブレーカーなの？待って、お前も？ゆうじくん、今の女の子誰？え、知りませんよ。浮気。違うよ、落ち着いて。ゆうじくん、どいて。エリコさんのコントロールが悪いんですよ。ゆうじ浮気。違う。話せ。何なんだこれは。そんなことさせない。エリコさん止めて。分かった、今リュウジ君を話すから落ち着いて。アンロック。冷めないうちに。腹なだ空いてない。空いてないぞ。うん、でもせっかくだから食べてよ。いらん。何、変な音、怖いよ。ローズが怖がるから食べてくれると助かるんだけど。仕方ない、今回は特別だ。あ、そういうの結構ですから、急いでますんで。じゃあ。やめろ。ねえねえ、吸血鬼って人間より力があるんだよね。うむ、そうだ。ここで力を見せつけて驚かせればまた静かに。ロードローラーもこの通りだ。これ開かなくなって困ってた瓶とか蓋なんだけど、あの力があれば。急いで家から持ってきたの。怖がられるどころか便利に使われた。ここよ。とりあえず1ヶ月泊まりたいんですが。はいよ。チェックイン終わった？うん、ごめん待たせてしまって。あら、知り合いだったの？今さっき助けてもらったの。なーに、早速男見つけてきたの？そんなんじゃない。大好きな兄上に似てるとは光栄だね。そうでござるな、大好きな上。拙者はただ宗谷殿と兄上が似てるということを言いたかったのであって、大好きとかそういうことが似てる